近藤勇、近藤勇は、江戸時代末期の武士、新選組局長。後に幕臣に取り立てられ、紅葉鎮部隊隊長。勇は、通称で、忌名は、正義という。慶応四年、1868年からは、大久保剛を名乗り、後にさらに、大久保山和と改めた。家紋は、丸の内に三つ引き、天然離神流四代目宗家。 天保五年、1834年、武蔵国玉郡、上石原村、現在の東京都調布市の水に、百姓、宮川九次郎と、母、美代、栄の三男として生まれる。陽名は勝五郎、後に勝田と改める。九次郎には、勝五郎の他に、長女、家、天保三年、1832年に、死去、長男、男郎、男次郎、次男、 久米蔵、久米蔵、久米次郎、宗兵衛がいる。ほか、祖父の源次郎がいる。天保九年の上石原村の、宗門人別改め町によれば、宮川家は、多摩郡大沢村、三鷹市の流源寺の段下で、高七国一生二号の六人家族。国高から、中流クラスの上層の家庭環境であったと、判断される。カ元年。 1848年11月11日、勝五郎は江戸牛米、東京都新宿区に所在する天然、李新流剣術道場、市営場に入門する。勝五郎が入門した道場は、市営館として知られるが、玉軍連光寺村、玉市の名主、富沢正弘日記及び小島鹿之助、領有市伝によれば、市営は、豪で、市営場と記されている。 翌開2年6月には目録を受ける。同年10月19日には、近藤修介、近藤修祭の養子となり、修介の実家である島崎家へ養子に入り、島崎勝田と名乗る。後に正式に、近藤家と養子縁組し、島崎勇と名乗った後に、近藤勇を名乗った。安政5年、1858年には、日野塾、日野市の五ズ天皇社、 八坂神社の法能学に、島崎勇藤原義武と記していい。万永元年、1860年3月29日に、ご三郷、清水徳川家の家臣である、松井八十五郎の長女である、松井常と結婚。翌年8月27日には、府中六諸宮にて、天然流神流、宗家四代目襲名披露ののじ合いを行い、晴れで、 流派一門の宗家を継ぎ、その重責を担うこととなった。また、文久二年、1862年には、常との間に、長女、玉、慶子が誕生した。イサムの死後、明治九年、1876年に、優の長兄である男郎の次男、優五郎を、近藤家の養子に迎え、娘、玉は、優五郎の妻となった。イサムは、 天然美神流の門人同士で、独自の交流を持ち、上京後も、江戸や多摩の有力門人と書簡を介して交流し、金策の要請などを行っている。中でもイサムが密接に交流した人物に、兄の五郎や総兵衛、寺尾や二郎、佐藤彦五郎、小島鹿之助、沖田林太郎、加ス良純らがいる。佐藤彦五郎は、日野塾の名主で、 天然理神流の門人となり屋敷内に稽古場も持っていた。小島鹿之助も玉郡小野ろ村、町田市の名主の家庭に生まれ、同じく門人となり屋敷に道場を持っていた。時期は不明であるが、イサム、彦コゴ鹿之助の三人は、三国支援儀に習い儀兄弟のちぎりを結んだという。また、鹿之助は漢学を治める教養人で、優位の思想的影響があったとも言われる。 佐藤彦五郎や小島鹿之助は、農兵隊を組織し、一部は後に、紅葉陳部隊と名を改めた、新選組に合流した。文久三年、1863年正月、江戸幕府は、旗本の松平忠都市、では国省内藩出身の清川八郎の検索を、入れ、十四代将軍、徳川家持の上落敬語をする老子組織、老子組への参加者を募った。 長倉新八、新選組天末期によれば、老子募集を受け斎藤はじめを除く近藤ら、市営官の八人はこれに参加することを決める。正月十六日に、近藤は、小野路村の小島家で鎖片びらを借りている。二月八日、老子組一行と共に、京都に向けて出発した。一行は、江戸小石川、東京都文京区の電通院を発して、中仙道を進み、 下沢広史、新選組島月によれば、近藤は、取締り付け、池田徳太郎の手伝い役とて、道中の宿割を命じられ、本体より先行して出立したという。また、新選組天末期では2月9日に、本庄塾、埼玉県本庄市に死粛した際に、宿の手配に、漏れが生じ、水戸藩の芹沢鴨が激怒して、大かがり火を焚き、 近藤と池田がわびたとする逸話を伝えている。一行は、同年2月23日に、京都に到着すると、三部村、京都府京都市中京区の民家や寺社に分宿した。近藤は、三部村の郷子、八木原の朝廷や、周辺の寺社に分宿した。一行が京都に到着した23日夜、清川は新徳寺、中京区において老子組状況の真の目的は、朝廷に、 尊老上位の志を憲白することであると宣言し、老仕組の江戸機関を提案した。翌24日に、清川は学習委員国事賛成係に憲白書を提出した。これにより老仕組は、清川ら江戸機関派と、近藤、芹沢ら京都残留派に分裂し、意義を唱えた、近藤や芹沢ら24人は京に残留する。 文久三年三月の近藤勇書館によれば、近藤は清川と同じ尊皇上位派に属しつつも、清川が幕府よりも朝廷を優先する思想であるのに対し、近藤は朝廷と幕府を一体化させ、政局を安定させる、後部合体的な思想であったことが指摘される。同年三月十日、二条城において、京都守護職を務める合津藩主、松平片森は、 アクフロージュから、京都の治安維持のため、労使を差配することを命じられ、近藤、芹沢ら十七名の京都残留組は、合津藩に嘆願書を出し、三月十二日に受理され、合津藩預かりとして、商存在京中の市中警護を担う、三室牛組が結成された。労士組二十四名のうち市営場出身者は、近藤ら八名が占めている。結成当初の三室牛組は、 運営がスムーズにいかず、近藤は3月25日に、市場大橋、京都市下京区、東山区において、下佐老子の殿内義雄を暗殺した。殿内らは、幕府から伝達を受ける老仕組みの探索を行っていたが、殿内の,の暗殺、根岸智山の一派と、カ谷慎吾郎は脱退し、アヒルイエーザブーは病死、暗殺説ありし、イエッサとジ郎は切腹した。 殿のうち派三人のグループはこれにより画界し、老仕組は近藤派と芹沢派五名の二派閥体制となった。世話周期危機によれば、3月25日に、近藤、芹沢ら老仕組は、二部屯所の裏手で狂言を見物し、この際にはすでに、合津藩の手付金で揃いの羽織を着ていたという。文久三年二月、将軍。 家持ちの上落に随行して上京していた、井上玄三郎の兄、井上松五郎は4月17日に、三部屯所で、肘方歳三を、沖田総司、井上玄三郎から、近藤天狗になりこうとする相談を受けている。この、天狗に関しては、近藤の満身と見る説と、天狗イコール、水戸天狗等と解し、芹沢鴨の同類と理解する説がある。同年3月5日頃には、 近藤、芹沢、新井らは、体内のハットを定めている。文久三年八月十八日、長州藩を京都政局から廃するために、中川の宮朝彦新納、陰宮、藍津藩、薩摩藩主導の八月十八日の政変が起こると、三浦呂仕組みは、お花畑門の敬語担当となるが、目立った活躍もなく、長州勢の残党狩りに出動する。その後、 働きぶりが認められ、武家転送より、新選組、新選組の対名を可視された。近藤、肘方らはまず、副長の新見二式を自殺させた。また、新見二式は、三戸郎氏、新井の三久目太郎と同一人物で、長州で死亡したとする説も存在している。9月13日には、近藤の意に応じないとして、田中頼りを暗殺した。さらに9月16日に、 セリザワラを暗殺すると、近藤勇主導の新体制が構築された。10月10日には、議論料亭、一力、京都市東山区において、合図藩が主催して、諸藩を招いた集会が開かれ、近藤もこれに招かれている。この頃に、養父の近藤秀才の病状が悪化し、長兄の宮川乙五郎から江戸機関を求められているが、近藤は家の正常不安を理由に、 これを断っている。8月18日の政変により、京都政局は、後部合体派が掌握し、一橋義信、松平片森、藍津藩主、松平定明、桑名藩主の三者による、一位総政権が形成され、新選組はその一角を担った。現時元年、1864年正月15日には、将軍、 徳川家持が入京し二条城へ入った。松平片森は陸軍総裁職、軍事総裁職となり、2月25日には福井藩主、松平義長が京都守護職就任している。幕府では新選組を松平義長に預ける案が浮上したが、近藤はこれを断っている。5月7日に将軍家持は江戸へ帰還するが、近藤は 将軍の在留を求めて奮撃する書簡を残している。同年5月末頃、近藤の矢部秀才宛の書簡によれば、近藤は、備中国松山藩主、板倉克清の家来で新選組大使の谷、三十郎から、弟の正武、周平を養子に迎えたことを伝えている。なお、周平は、慶応3年、1867年に、 養子関係を解消し旧姓に戻り、翌年に江戸へ戻る途中で脱走している。6月1日、新選組は、熊本藩士、宮部貞蔵下僕である中蔵を捕獲し、他不審者2名を捕獲した。拷問により、無本の計画を知り、6月5日に市場通り、小橋に西入新町、京都市下行区で、新丹生、益谷、旧門、古江春太郎を捕獲した。 古高の教述から中川宮廷放火計画を知った新選組は直ちに探索を開始し一味が潜伏していた池田屋に突入して宮部はじめ派を壊滅させた池田屋事件この働きにより新選組は朝廷と幕府から感情と報奨金を賜った金門の変出動を経て近藤は大使募集のために帰郷するここで 伊藤紀ネタローら新大使の補充に成功した。慶応元年、八百六十五年九月十六日、将軍、徳川家持は上落して二条城に入り、九月二十一日には京都御所へ参来して、長州再生の直居を得る。再生直居の獲得により、幕府では、大目付、長井久志を、長州人門師として派遣することを決定し、長州側との会見場所が、 秋国広島の国体寺、広島県広島市中区に決定した。近藤は、藍津藩を通じて尋問士への同行を願い出て、許可された。なお、同年11月4日付の佐藤、彦五郎宛書館では尋問士随行のことなどが、記されているほか、天然美神流の後継者を、沖田総司とすることなども記されている。近藤は、武田藩流祭。 伊藤木根太郎ら大使8名と共に11月7日に大阪を立ち、11月16日に広島へ到着する。11月20日に長井はコンドーラを自らの家臣として徴収派遣を要請するが徴収側にこれを拒否れ、さらに11月22日には長井はコンドーラを徴収側との接触役とし、コンドーラは 長州藩側の宿舎に赴いているが面会を拒否されている。コンドーラは11月23日に長州藩士との面会を果たし、12月11日には長州入りを要請するが、再び拒否されている。12月15日にコンドーラは長州藩の師範、岩国藩領の新港、山口県岩国市新港町におい岩国藩との会談を要請するが、これも拒否されている。 近藤らは、長州入りを断念し、12月22日に、京都に帰還している。慶応2年、1866年正月22日、幕府は、長州藩に対する処分を決定し、老中、小笠原お行を広島へ派遣する。正月27日に、近藤は、伊藤、篠原大納神、小形俊太郎と共に、これに随行し、2月3日に、 広島へ到着した。2月16日に、近藤は、広島藩士と交流のある伊藤を介して、岩国藩士、塩谷叶助との会談を要請するが、これを拒否されている。同年6月7日には、第二次幕長戦争が勃発するが、7月20日に、将軍家持が大阪城で休止したため、8月21日に、直命で、長州制伐が停止される。 同年9月26日、伊藤記太郎と篠原大野心が、近藤の小宅を訪れ、近藤都事局を論じたという。篠原の日記によれば伊藤が勤能を解き、公明天皇、同年12月25日に死去の英子になることを主張したに対し、近藤は徳川幕府の崇勢を論じ議論は、平行線となり、近藤は伊藤らの分離を警戒したという。 慶応三年、1867年正月18日、伊藤らは、九州遊説のためが財布へ赴き、そのまま新選組から分離した、五両英氏、高台寺等となった。伊藤らは3月12日に帰京、翌13日に、近藤、肘方らに分離を申し出て、了承された。この際に、東道平介、斉藤はじめ、 近藤派の患者との説ありらがこれに加わった。同年6月10日、新選組は合図藩預かりから大使全員が幕臣となる。近藤はお目見え以上の核三百票派たもととなる。これにより近藤は幕府代表者の一員として核用心との交渉を行い、同年6月17日には幕府審判の集会で演説を行っている。近藤は 成長論を主張し、6月24日には、近藤の建白書が、偽装の柳原咲光、大木町三条サ根ナに提出される。土佐藩市の日記によれば、この時期、近藤は、長井久氏の紹介で、土佐藩の賛成である、後藤昌二郎を紹介され、さらに同年9月27日には、岡山藩家郎の日置立脇を紹介され、長州征抜について会談したという。 同年6月15日には、東章、西本願寺から不動堂村、京都市下京区に移転しており、新選組の任務には、用人警護も加わった。同年8月8日には、伊藤羅五両英氏も憲白書を提出し、近藤の成長論に対し長州寛容論を主張した。同年10月13日14日に、薩摩藩、長州藩に対して、倒幕の密着が下ると、 14日に将軍、徳川義信は大政奉還を行いこれを回避する。近藤は14日に大木町三条佐根なるを訪ね、大政奉還を終わり、越前の作謀として批判したという。同年10月18日夜、近藤は国事議論を目的にサメガイ通り木津橋、京都市下京区に伊藤記念太郎を呼び、主演の後に七条油の工事。 下京行区において、大石桑次郎らに、伊藤を暗殺させた。さらに他の御領栄士たちを誘い出して野襲し、東道らを殺害した、油の工事の戦闘。同年12月9日には、王政復古の号令が発生され、京都の旧幕府勢は、撤退を命じられた。新選組は、将軍不在の二条城警護を命じられていたが、12月13日に、近藤は、 三戸藩主と二条城警護をめぐり対立したいう。十二月十八日、近藤は、伏見の陣から二条城へ出向き、九行らに、薩長、尊能派を除こうと上京する。篠原大野進の日記によれば、五稜衛氏の鈴木幹三郎、篠原ら八名は、武田街道、隅染京都市伏見区において、近藤を待ち伏せ、馬上の近藤を銃撃する。 近藤は肩を負傷し、島大佐を日記によれば、伏見城へ逃れたという。近藤は、新選組の検診医でもあった、幕府天医、松本良順の治療を受けるため、沖田総治と共に、大阪城で療養している。慶応四年、明治元年、1868年1月3日には、旧幕府軍と新政府軍の間で、戸場、伏見の戦いが発生する。 新選組は、藍図平らと伏見奉行所におり、近藤不祥のため肘方が隊を指揮した。あとは、伏見の戦いにおいて敗れた、新選組は、幕府軍艦で、江戸に戻る。近藤、肘方は、富士山丸に上官している。江戸丹屋教門街、東京都千代田区の秋月主樹亭を頓所とする。長倉新八、老子文久報告記事、新選組日記によれば、 近藤は、江戸期間後に、徳川義信に対して、海の国交府の交府状、山梨県交府市の委任を要請する、憲白書を提出した。2月28日、近藤は、幕府から、公用鎮部を命じられ、幕府から、武器弾薬を、幕府や合津藩から資金を与えられると3月、近藤は、大久保強の変名を用いて、新選組は、公用鎮部隊と改名した。 また、日野塾では佐藤彦五郎が一行に加わっている。一行は3月1日に江戸谷野教屋敷を出立すると、甲州街道を甲府へ向かうが、一方の新政府軍も岩倉智貞が東山道先方総督軍を率いて、品野国わら、中仙道、甲州街道に分かれて江戸へ進軍していた。近藤は3月4日に花坂宿、 山梨県大月市において、東山道線方総特参謀、板垣大輔の率いる早小隊が甲府を制圧したことを知り、3月6日に、甲州市勝沼町において勃発した甲州勝沼の戦い、カシオ戦争で、新小隊と戦うは敗れて敗走する。コンドーラは敗走し、3月8日には、八王子塾、東京都八王子市において、江戸引上げを宣言した。 この頃、長倉新八、原田佐之助らは勢力を結集して、合図において再起を図る計画を立て、3月11日には、江戸泉橋医学書において近藤と面会するが、近藤は、長倉、原田らの計画に対して、近藤の家臣となる条件を提示したため、両者は、決裂し、長倉、原田は離脱した。近藤、方は、行きに備えて、隊を再編成し、 旧幕府婦兵らを、五平神殿、現在の東京都足立区綾瀬四丁目で募集し、大使は二百二十七名に増加した。近藤は、変名をさらに、大久保山とと改めた。四月には、下宇佐国流山、千葉県流山市に遁集するが、新政府軍は三月十三日にすでに、板橋塾、東京都板橋区に入っていた。 新選組は4月1日2日には、流山の光明院、流山寺に分縮し、近藤、木地方は、長岡七郎米宅を本陣としていた。新政府軍は、総督内参謀の香川慶三が大軍艦となり、下屋国宇都宮の宇都宮城選挙を企てる合図、桑名勢に対抗するため、日光街道を進軍し、4月2日には、かす平気、 埼玉県春日部市に至っている。新政府軍は流れ山に集結した新選組が背後を襲う計画を知り、4月3日には近藤を捕獲する。近藤捕獲は資料により、状況が異なり、越谷の政府軍本営に出頭したとする記録もある。しかし、大久保が近藤を勇みと知る者が政府軍側におり、そのため総督府が置かれた板橋塾まで連行される。 近藤は、大久保の名を貫き通したが、元大使で、伊藤木根太郎を率いる、御領英氏だった、加納和氏を、清原清氏に、近藤であると看破され、結局捕獲された。その後、と佐藩、谷田敵と薩摩藩との間で、近藤の処遇をめぐり対立が生じたが、結局と佐藩、谷田敵が押し切り、四月二十五日、 中仙道板橋宿近くの板橋形状で、横倉木三次、石原神五郎によって斬首された。去年三十五、万十三歳没。首は、京都の三条河原野で強首された。その後の首の行方は不明である。東京都三鷹市の流言寺、戦術の出身地、現、調布市、野水のすぐ近くや、処刑場の近隣である JR 板橋駅、東口前、 呪徳寺境外墓地にも旧道士だった長倉新八により建立された墓所がある。福島県藍津若松市の天霊寺には土方歳三が遺体の一部を葬ったとされる墓があり、山形県米沢市の高国寺にも近藤勇のいとこ近藤金太郎が首を密かに持ち帰り埋葬したとされる墓がある。毎年民間団体が近藤勇を弔うために近藤勇,近藤勇を 流山市や藍津若松市等で行っている。戒名は、観天因伝順中世に大古寺。寺世の句は、漢氏、七古取氏で作られており、この句が刻まれた句碑が流源寺境内の墓所にある。近藤の啓子語である1876年、明治九年に、近藤の長兄である、宮川乙五郎の次男、雄五郎が、近藤家の養子に迎えられる。近藤と妻、 常との間に生まれた娘、玉は夕五郎に生かし、後に、長男、九太郎を産み、二十五歳で亡くなっている。その九太郎も、明治三十八年、1905年に、日露戦争で戦死したため、近藤の着流子孫は耐えている。しかしながら、子は、玉の他に、目かけの駒野との間に男子、後に、創籍、同じく目かけのお考えとの間に、娘のおいさむ、 同じくかけのおよしとの間に男子がいる。孫は、九太郎の他に、おゆうが、朝鮮人貿易省との間に設けた男子三人がいる。宮川家は、代々農家を続けており、現在の松江も、都内で農家を営んでいる。一族の宮川製造は、天然理神流九大宗家となっている、近藤勇は四大宗家。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。